はい、こんにちは。今日はチューリップの生け花を紹介したいと思います。今日ちょっと意識したいのはおしゃれに生けると、またやっぱこういう城の床の間みたいなのがないお宅が今多いので、これ、ね、洋風の家に合うようなそんなチューリップの生け花を生けてみたいなと思います。今日器はこれおしゃれじゃない？こうフォルムがねかっこいいと。で洋風っぽいでしょ、モダンな感じ。ただねこれね実はね花瓶なんですよ。花瓶なんだけど剣山置いちゃおうとダンと、ちょっと邪道かもしれないけど、だからねこれねお水ね結構こう下まで入れないと大変というか、あの上まで来ないという、まあねお水が重しにもなるんでねいいでしょうと。結構入ったでしょこれ、こんな感じ。まあこれを柿というか、まあ、水盤、花瓶として使うんではなくて剣山使いをするということですね。こうやって背が高くなるよね、この足が高いから、なんかスタイリッシュになるということですね。はい、そしてチューリップね、これは、黄色いやつ、これはストロングゴールド、缶中杯みたいなね。あ、確かにリアルゴールドみたいなね。これは分かります、これもチューリップね。最近よくあるんですよ、お花のこの長さ高さというのかなが短いのね。こういうチューリップも最近ありますね、可愛いですよね。これはフラッシュポイント、今度は競馬の馬競馬の馬確かにディープインパクトじゃないけどフラッシュポイント、はい、覚えましたね。じゃあね、2つの種類のチューリップを使って生きていきたいと思います。チューリップ大事なのは葉っぱですね、葉をしっかり使いましょうというのは大事ですね。横から見てね、葉の姿こうはないよねっていうのが一応結論ですね、見方としてはね。ここのね、内臓全部見えるみたいな、ちょっと隠したいよねっていうのは。なのでこれはこう見るかこう見るかなんだけど、まあここで切ろうかな。まず1本なんかね決めてみると。以前ね花瓶でねチューリップ生けた動画があるんですけど、やっぱり剣山が相性いいですよね。あの花瓶大変ですよ。でこの葉っぱは戻すんだけど、ちょっと強すぎるので後ろにしましょう。でフラッシュポイント、まあ、このなんかテローンってなってるのもなんかっぽいんだけど、ちょっとねカットしてテローン回避しますか。チューリップはお花の横顔を見せていいと、ね、むしろ横顔を見せるというのが、まあ、その植物らしさですよね。知名度は高いお花ですよね、チューリップってね。一番それこそ、ね、歌もねみんな歌わされるって言ったらかわいそうだけどね、歌ってましたよね。赤白黄色と、どの花見ても綺麗だなと、どの花見ても綺麗だなってすごいね。強引な感じ、確かに綺麗なんですけど、どの花見ても綺麗だなか。有名なお花って何ですか？まあね、年間で言うとね、桜でしょ、菊も有名ですよね、ひまわり有名ですね。水仙はちょっとそんな知名度は高くないでしょうね。あとはアジサイ、誰もが知ってるっていうとね。だからチューリップは 10位には入りそうですね、有名なお花ね。3月ぐらいですね。オランダの小学生と幼稚園みたいな。小学生と幼稚園、なんか花壇のところに絶対植えてあるようなイメージ。あー、そうね、小学校ってことか。そうですね、中学になると甘いチューリップ植えてないっていうイメージになっちゃうんですよ。花壇のイメージですね、やっぱり春らしい飾りですよね。これも後で前後というか、てか、ね、横からも撮ってもらおうかな。これ、まあ、横からというか剣山どこに刺してるかっていうのをちょっと撮ってもらいたいですね。刺す位置はねこういうことね。で今真横から見てるっていうね認識でいていただいて、でちょっとお花の位置、まずこの黄色のお花前と後ろになってますよね、まあ、4本
今日入れてるこういうことにしたんですけど、配置としてはこんな感じがよろしいかと思いますね。黄色は前後つける、さらにそれを挟むと赤でみたいなね。黄色い方を高くしてるのはお花のこの姿がこっちの方がシャープさがあると上に向いてるかなと。こっちの方が丸いよね、もっこりしてるので下にしたっていうのが一応理由。こんな感じにするといいかなと思いました。で、正面からやっぱりこの花器のはめちゃめちゃいいよね。なんかこれで立派なチューリップの生け花っていうか作品っぽく見えると、この足の長さのおかげでね、ただのお皿だけじゃなくてっていうのはなんかお得な感じしますよね。プロっぽく見えないみたいな感じですね。とはいえちょっと枝を合わせましょう。小手まりね、重ね合わせてるんですよ。なんで重ね合わせてるかというと、このチューリップの足元と枝の足を揃えていい感じにくるものをチョイスしたいと。今日はねあんまり広げずに、一本とりあえずもう一本ぐらいね、まあ、そんなに咲いてるところ使って。いいんじゃないですかね。ここだけちょっと葉っぱ入れときますか。いつもねねじめってのを入れてますけどね、これは今日はチューリップの葉っぱがねじめになってるというので、特に別では入れないということですね。はい、でしょ。どう、おしゃれでしょ。まあこれは花器に助けられてる部分もありますけどね、おしゃれさをね、こういうのがあるとおスタイリッシュなのができますね。ちょっと生けるポイントはね、先ほど解説した通りなので、忘れた方はもう一回ね見ていただいて、ここの葉っぱで一つの足を揃えてるってことですよね。足元をね、これはバラバラ刺さってるように見えなくて一つになってますよね、足がね。これがポイントですね。この小手まりの枝も含めて一体感が足元はあるんじゃないかなと思います。その上でどう枝先を伸ばしていくか、ちょっとコンパクトに仕上げてみましたけど、なかなかいいんじゃないかな、個人的に思ってます。まあやっぱり剣山があるとチューリップは綺麗に入るんじゃないかなと思うけど意外とこれそっぽ向いちゃったりするんですよ、生けた後にね。まあそれも風情と思ってちょっとね手直ししたりしてやってみるといいかなと思います。ありがとうございました。